はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回、視聴者さんからのご質問というかお悩みをいただきましたので、それに回答していきたいと思います。で、どんなお悩みかと言いますと、ドラムがいる、いわゆる普通のバンド編成の中でパーカッションを演奏するっていうシチュエーションで、自分がフィルイン、おかずですね。フィルインを入れるタイミング、入れたいタイミングがドラムのフィルインと被ってしまうと。タイミングがちょうどバッティングしてしまうことがよくありますと。そういう時どうしたらいいですかというお悩みです。はい、いかがでしょうか。同じようなお悩み持っている方いらっしゃいますでしょうか。まあ、単純にフィルイン問題だけを解決するのであれば話はめちゃくちゃ簡単で、解決策ですね、大きく3つあると思うんですね。で、1つはそもそもフィルインをしないっていう手です。まあ、極論なんですけれども、ドラマーがですね、適切なところでちゃんとフィルインを入れてくれるのであれば、あえてパーカッショニストはフィルインをしなくていいんじゃないかなと思ったりしますと。なのでそれ以外の仕事をしましょうっていう感じですね。で、解決策2つ目はドラムの方と事前に打ち合わせをするっていうことです。お互いですね、曲の中でどういう役割分担をするのか、ここでフィルを入れるのか入れないのかっていうんですね。まあ、事前に決めておけばぶつかることもないかなと思います。まあ、もちろん理想的にはもう音楽の中、演奏の中でお互いがやりたいことを汲み取って瞬時に役割分担ができるっていうのが理想的です。で、そのためにはパーカッショニストはドラマーのことをよく分かっていないといけないし、ドラマーもまたパーカッショニストのことをよく分かっていないといけないと思うんですね。例えばなんですけども、バンドにパーカッションがいる場合といない場合で、ドラムって演奏の内容変えるのが普通というか、まあ、変えるべきだと思うんですね。ただ、まあ、アマチュアの方でそこまで経験がなかったり、そこまで気が回らないっていうことは、まあまああります。まあ、パーカッションがいるシチュエーションが想定できない。パーカッションのためのスペースを用意できないっていうことですね。がよくあると思いますので、そういう場合はですね、もう演奏の前、事前にちゃんと話し合って打ち合わせて、どういう役割を分担するのかっていうのを決めておくというのがいいと思います。はい、では最後、解決策3つ目ですね。それでもパーカッションでフィルインがしたい場合、どうすればいいのかというと、まあ、めちゃくちゃ簡単で、ドラムがフィルインをしていないところでフィルインすればいいんですね。まあ当たり前なんですけども、おそらくですね、皆さんこれが聞きたいんじゃないかなと思います。例えばロックポップスの曲なんかだったら、まあ大体ドラムがフィルインするところって予測できますよね。だいたい4小節目とか8小節目、ちょうどこう区切りがいい周期のタイミングでフィルインをすることがほとんどだと思うんですね。4小節周期のリズムで4小節目にフィルインをする可能性が高いのであれば、パーカッションはですね、1小節目か2小節目か3小節目でフィルインをすればいいんですね。あるいは4小節目でも2拍フィルの場合は、前半の2拍をパーカッションがフィルしてドラムのフィルにつながるようにするといったようなことができると思います。で、具体的な処方箋としてはですね、まあ4小節周期でもう4小節目以外のタイミングで好きなタイミングでフィルインが入れられるように練習をすればいいのではないかなと思います。で、もちろん音楽ジャンルや他の楽器がどういう動きをしているのかによってシチュエーション変わってきますので、ちょっとどれぐらい参考になるかはわからないんですけれども、じゃあ僕がですね、ロックポップスを想定していろんな場所、3小節目だったり2小節目だったり1小節目、いろんな場所でフィルインを叩いてみたいと思いますので聞いてみてください。We'll be right back.
はい、というわけで今回はドラムとフィルインが被ってしまう問題についてでした。何かしら参考になれば幸いです。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションに関する情報やレッスンなど配信してますので、何かご質問ある場合はですね、下のコメント欄か概要欄にもお便りフォームというのがありますので、そこに送っていただければと思います。はい、チャンネル登録まだの方もぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。